やあ、調子はどう？相変わらずラッキーなようだね。こんにちは、ナノです、シュピーゲル。こんにちは。 SBC フリューゲルの攻略は進んでいるんだろうね。強いプレイヤーと一緒なら何かと楽だろう。 UFG 以上のレア武器は見つかったかい？シュピーゲル、なんか妙にマスターに詳しいですね。ファンなのですか？ファンね。僕が最近いいなと思ってるプレイヤーならいるけど、デスガン。ただ運が良かったり、うまく流行に乗れたからって意気がってる奴らに制裁を加えているんだ。もっと暴れてくれればいいのに。あれこそが本当の強者だよ。そう思わないかい？ふん、それさ、デスガンを前にしても言えるの？やっぱり君もシノンを惑わす連中の仲間みたいだね。気をつけた方がいいよ。デスガンは君みたいな運がいいだけのやつは。この前はびっくりした。急に切断されるんだもの。結局あの時ログインしてた人はみんな強制ログアウトされたの？そうみたいだな。俺が強制ログアウトされる直前にはもうほとんど誰も残っていなかった。そういえばさっき公式アナウンスが出てたよ。調査の結果、サーバーの不具合だって。他のゲームでも聞いたことないよ。かなり珍しいよね。すぐに復旧したから良かったけど。 VR ゲームが出る前のオンラインゲームなんかじゃよくあった話なんだけどな。大型アップデートでプレイヤーが激増でもしたのか？その程度で揺らぐザ・シードではないわ。もともと小規模サーバーでも運営できる仕様だもの。システムに問題がなければヒューマンエラーの可能性がありますよ。ああ、運営あるあるだね。人が管理している以上ミスは必ず起こりうるし。個人的にその線は否定したいところだけど。根拠はないんだけど、今回のトラブルは少し気になるな。キリト、原因を調べてみますか？セブンに頼めばきっと協力してくれると思います。そうですね、ユーザーとしてログインしている以上システムへのアクセス権限はありませんが、外部から調べることは可能です。私も手伝うよ。ザスカーの情報を覗いちゃう？ほどほどにな。ユイとストレアは俺の PC からアクセスしているんだし。大丈夫、人が定めた法律やルールは守ります。抜け道は使うけどね。私もお手伝いします。ねえ、打ち上げの仕切り直しをしない？せっかくまたみんな集まったんだし、パーッと狩りに行こうよ。行く行く。ハイパーセンスだっけ？超レアスキルを見てみたいな。賛成。確かにそのスキルの効果は気になるわ。まさか狙撃まで察知したりしないでしょうね。私も行きたい。こうやって全員集まるのもそんなにないし、今日はこの前の分も遊んでいきたいな。オッケー。じゃあとりあえず総督府まで移動しよう。どこに行くかは途中で相談して。ちょっと待ちなよ、リーダーの意見を聞かないと。
リード？ああ、キリトさんも参加できる？もちろん。だけどこのスコードロンのリーダーって。スコードロンのリーダーに登録されているのは確かにあんただけど、ここはキリトさんやゼリスカさんたちトッププレイヤーがいるんだから、別に気にしてないわよね。いつもこんな感じなんだし。それはおかしくないかい？君はもう名実ともにトッププレイヤーなんだ。それにみんな君を気に入ってこのスコードロンに入っている。もっと君。そんな。まあまあ、リーダーだっていろんな形があるさ。クレハと二人三脚でいいコンビだと思うけど。みんながいいならそれでいいさ。ただね、少しどうかなと思っただけなんだ。イツキさん、それって私の力がこのスコードロにふさわしくないってことですか？どうしたのクレハ、そんなことは誰も言ってないわ。言ってないだけなんてね。イツキさん。クレハ、あなたは十分強いわ。だけどもシノン君、力にこだわっているのはクレハ君の方だよ。真剣な人をおちょくったのはあなたでしょ。ああ、それは謝るよ。すまなかった。むしろ僕はリーダーは強さだけで選ぶのかと問いたかったんだ。え、そんなわけないでしょ。だけどそうね、リーダーの基準なんて考えたことなかったわ。自然にそうなったというか、いつの間にかみんなの中心になってたものね。最初は本当に初心者だったのにさ、あっという間に頼れる存在になったよね。そうなんだ、みんなそんな風に思ってたんだ。だろう。カリスマ、魅力、いろんな言い方はあるけれど、君は特別な存在なんだと自覚した方がいい。特別。ねえ、あんた、自分が特別だって言うの？そんなの答えになってない。私はあんたにとって何なの？いつも私の後ろについてきたくせに、私がいなければダメなんじゃないの？私と決闘しなさい。私は強いの。あんたなんかよりずっと。それを証明するわ。あんたのゲームスキルが高いのは分かってる。だから手加減なんかしたら絶対許さないから。私だって、今はこんなこと話してる場合じゃないわ。私は私自身の力で一番にならなければならないの。 GGO に名前を刻むのはこの私なんだから。
使う。この前はびっくりした。急に切断される。結局あのそう他 VR ゲームが出る前、そのしあーこっちこんきりそ私も大丈夫抜け私もねえ打ち上げの仕切り直しをしない。行くさあまたオッケーちょリーもちろんだけどこのスコードロンのリーダーあここ別にそれは君はそれにまあまあみんながいつきどうしたの言ってないつきさんクレハでもシノン君真剣ああむしろ僕えだけどうん最初そうなだろう特別ねえあんたそんなの答えになってない。いつも私とあたあんたの気はまだじる。さっきも言ったけど、クレハ君の腕前はトッププレイヤーに劣らない。リーダーがその上を行っただけさ。増長なんか欲しくない。そういうものを求めて GGO にいるわけじゃないの。私ソロに戻るわ。フレンド登録も削除する。リアルのメアドにも連絡しないで。しばらく一人になりたいから。
数あるトッププレイヤーの一人、そんなものになる意味はない。私はもっともっと強くなるわ。絶対にあんたより強くなってみせるから。そうしないと。そう、マスター、しょんぼりしちゃダメです。クレハはきっと戻ってきます。残念だけどすぐには難しいと思うわ。クレハ、なぜそれが一人を選ぶことになるのですか。仲間はとっても大事なものです。他にもね、人には大事なものがいろいろとあるの。恋人とか家族とか名誉とかお金とか、いっぱいありますね。びっくりしました。クレハの気持ちは理解がとても難しいです。ソロでもパーティーでも自由でいいのです。ガンマニアでも PK 大好きでも全く良いのです。 GGO はみんなで楽しく銃を撃ち合う世界なのですから。なのに今のクレハはとても辛そうに見えるのです。どうしたらクレハは GGO を楽しんでくれるのでしょうか。笑顔になってくれるのでしょうか。そうね、ゲームは楽しむものよね。私もそう思うけど、そうじゃない人もいるの。あなたなら知っているわよね。クレハちゃんが GGO で何を目指し求めているのか。私もそう思うわ。だからあなたに先を越された程度の問題ではないの。気持ちはわかるけど、そんな寂しそうな顔をしないでほしいわ。クレハちゃんもね、あなたにそんな顔をさせていること、もう少し自覚すればいいのに。ではクレハは当分戻ってこないのですね。それは寂しいです。悲しいです。レイちゃんは優しいいい子ね。もちろん私も早く戻ってきてほしいと思っているわ。他のみんなもね。でも今はそっとしておいた方がいいと思うわ。フレンド登録を消されたら連絡手段もないし。ええ、あなただけじゃない。私もフレンド登録から削除されているの。それなら探しに行きましょう。きっとクレハはマスターを待ってます。しつこいのは嫌われるわよ。さっきも言った通り、これはクレハちゃんの問題だもの。今追いかけても逆効果よ。本当に会いたくないからフレンドすらやめたんでしょうし。そういうわけで私もしばらく抜けさせてもらうわ。リアルでもここでもやらなければならない用事が多くて、しばらく自由にやりたいの。もともと SBC フリューゲルのクエストを共闘するための臨時加入のつもりだったから。スコードロンは脱退させてもらうわ。それとしばらくは連絡も難しいかもしれない。少し前から考えていたのだけど、 SBC フリューゲルのクエストが終わるまではと思っていたの。これは仁義と私の気持ちの問題なの。そんな顔をしないで。あなたは強いから大丈夫よ。クレハちゃんの問題もいつか解決するわ。またいつかご縁があることを祈っているわ。その時はまた仲間にしてちょうだいね。まさかゼリスカまでスコードロンを抜けるとは。急な話で驚いたよ。
事前の相談はなかったのかい？なかったのです。でも SBC フリューゲル攻略にみんな忙しかったので、ゼリスカは優しいから言い出せなかったみたいです。だからクレハもゼリスカもすぐに帰ってきます。すぐじゃなくても必ず帰ってきます。残念ながら僕はそうは思わない。人は突然離れ、引き止めるなら早い方がいいんじゃないかい？僕も探すのを手伝うよ。冷静な判断だね。では僕の力がいらないならしばらく自由にさせてもらおうかな。さっき言ったろ、人は突然離れ去ってしまうものなんだ。少しは前のスコードロンに顔を出せとパイソン君がうるさくてね。もちろんフレンド登録を削除したりなんかしない。いつでも僕は彼女たちとは違う。冗談を言うシチュエーションではなかったね。ごめん。では失礼するよ。なくなっちゃったのですか？こんな偶然あるんでしょうか？不思議です。そして何より寂しいです。これで今のところは全員かな。クレハさんだけでなく、ゼリスカさんやイツキさんまでスコードロンをやめちゃうなんて。ゼリスカやイツキさんは用事があるらしいじゃない。偶然のタイミングを気にしない方がいいわ。ああ、だけど今日の話はしておきたかったな。今の君には少し言いにくいんだけど、俺はしばらく君に協力できなくなる。当分はパーティーに加わることができない。スコードロンを抜けるわけじゃない。何かあれば気軽にメッセを飛ばしてほしい。だけど前に話したことがあるだろう。デスガンの調査を本格的に始めなければならなくなった。君はデスガンの件についてはどこまで把握していたっけ？以前話した通り、 GGO のプレイヤーが死亡する事件があったんだ。被害者の一人は薄塩タラコ、そしてもう一人は君も目撃していた。二人ともデスガンと名乗る人物に。ゲームゼクシードに関しては君も見ていた通り直接撃たれてはいないけど、ただ問題は撃たれたその直後だ。二人ともまるでゲーム内で本当に殺されたみたいに苦しんだ様子を見せてログアウトしている。その後発覚までに少しタイムラグがあったけど、アミスフィアで死人が出るはずはない。だからゲーム内で殺されて本当に人が死ぬなんてありえないんだ。でもデスガンが撃ったプレイヤーが死亡していることも事実だ。デスガンはほとんど黒、もしくは事件の犯人を知っている可能性が高い。ただ現状としてはデスガンの正体も目的もその手段も何もかもがわからない状態なんだ。この一連の事件について俺はある知り合いから頼まれて調査をしているってわけだ。これは極秘情報だから絶対に内密にしてほしいんだけど、ある研究施設からナーブギアが盗まれたらしい。え、でもナーブギアは全部回収されたはずじゃ。みんなのだって。いえ、ごめんなさい、何でもないです。そうだ、ナーブギアはソードアートオンライン事件の後に全て回収され、
政府が厳重に管理している。待って、それじゃあどうして盗まれちゃったの？政府が資料として貸した研究施設は厳重に管理していたということだけど、なぜ盗んだのか理由はいくつか考えられるけど、ナーブギアがあればソードアートオンライン事件の再現が可能だ。そうなんだ。それにあの事件で犠牲者と思わしき二人はアミスフィアを使っていた。だから直接の関連はないかもしれない。その辺は今警察が必死に調べている。なんとか次の殺人が行われる前に犯人を見つけたい。だからもっと積極的にデスガンを探してみようと思う。今度 BOB バレット・オブ・バレッツが開催されるだろう。 GGO の頂点を決める戦いだ。目立つ場所やプレイヤーを狙っているらしいデスガンが見逃すはずがない。新たな犠牲者が出る前に俺が BOB に出場し、デスガンを誘い出して正体を突き止める。 BOB に登録する際に選手は自分のアバター名が必須だからな。普段は設定で隠していても直接対峙すればアバター名がわかる。できるだけの準備はしているさ。明日から病院でモニターされながらログインする羽目になったよ。今回 BOB に参加するのは俺だけだ。実は先にアスナたちに話したらみんな当然でしょ。いつも自分だけ危ないところに飛び込んで。パパ、私なら殺されることはありえません。それでも連れて行ってくれないんですか？相手のトリックが分かるまでは絶対にダメだ。それは散々話しただろ。まあこんな感じで説得するのに時間がかかってさ。クレハやツェリスカが BOB に参加してなければいいんだけど、彼女たちは強いし名前も売れているからデスガンの標的になる可能性がある。そうだな。街中で見かけたら無理に連れ戻そうとせず、危険があることだけを伝えたらどうだ。イツキはどうする？メールを送っておくか。ああ、頼む。みんなも油断しないでくれよ。デスガンが BOB を狙うというのは何より、君は今 GGO で一番注目されているプレイヤーだ。十分気をつけてほしい。それに君がこんな時に何もできなくて悪い。だけど君ならきっといい答えを出せるんじゃないかな。無責任だけどなんとなくそう思うんだ。この事件が片付いたらまたみんなで狩りに行こうな。じゃあ俺は BOB の参加申し込みをしに総督府に行ってくるよ。まだ登録してなかったの？締め切りはもうすぐじゃない。急ぎましょ。私たちも行くわ。ねえ、ちょっとこっちに来て。悪いけど私もしばらくパーティーに入れないから。あの銃を持った男をデスガンは私が倒す。し、キリトには言わないで。締め切りギリギリで申し込むから。メールで告げ口なんかしたら。どうしましょう。
しましょう。しましょう。ああ、悪い。ちょっと考え事してた。君の銃、UFG についてさ。運営は近々 UFG をドロップで入手できるようにするみたいだけど、今はさ、まだ君の一丁しか GGO にないってことだろ。レア中のレアってことだよな。やっぱりちょっと羨ましいぜ。それにその銃の価値はレア度だけじゃない。拳銃でもライフルでもレアな銃はいろいろとあるけれど、結局それは他より威力が強かったり射程距離が長くなるものがほとんどだ。でも UFG は違う。それはできないことをできるようにするものなんだ。どんなにスキルを上げたって空間を移動するのは無理だからな。この差は絶対的だぜ。しかもできるようになっているのは君だけだ。 UFG で本当に何ができるのかはプレイヤー同士の戦いじゃこいつは相当のアドバンテージだよ。何しろ事前に対策を練れないんだからな。どれだけ強いアバターでも動かしているのは人間だ。不意をつかれれば隙ができるし、本当に驚けば思考は止まる。だから手の内を読み合って3手先7手先を予測しつつ裏を書いていくのが対人戦の肝なんだけど、世界に一つしかない銃で世界で君にしかできない動きをされるんじゃな。いやでも油断は禁物だぞ。トッププレイヤーはみんな多かれ少なかれ隠し玉を持ってるもんだし、アドリブでの対応力だって凄まじいからな。あはは、まあないとは言えないかな。ああ、未だにデスカンが本当にプレイヤーを殺したのか、殺したのならどんな手口を使っているのか。それに俺はデスガンの声をデータで聞いたけど、戦ったところを見ているわけじゃないからな。もちろん隠し玉、
対人戦闘の切り札は持っているだろう。あの殺意、気迫、奴はただの愉快犯ではないと思う。 GGO にいればいつか出会う可能性はあるか。備えておいた方がいいのかもしれないな。え？なんだって！それは確かに俺だって使ってみたいけどさ、ありげに言うと欲しいけどさ、そんなお宝アイテムを簡単に人に預けちゃダメだって。ああ、うん、そうだな。君にはかなわないな。本当にそんなつもりで話をしたわけじゃないんだよ。わかったって、そんな心配そうな顔しないでくれ。それじゃあ、UFC を貸してもらってもいいかな。君がログインしていない時だけでいい。GGO 初の機能なんだ。感触を確認できるだけでも助かるよ。ありがとう。大切に使わせてもらうよ。こうやって借りられるってわかるとやっぱりワクワクするな。それにこれなら、仮に俺が UFG を使ってデスガンと戦うことになったら、君の気持ちに必ず応えてみせる。約束するよ。ありがとうな。さて、デスガンの調査を始めるか。まずは総督府に行って、BOB の登録をしないとな。キリト君、急ぎましょう。確か締め切りってそろそろでしょ。ああ、そうだ、忘れてたんだけど、 BOB には別アカウントで参加するから一人でいいよ。え、どうしてなの？今のキリトのアカウントはランキングにも入っているし、おとりにはちょうどいいと思っていたんだけどさ、飛行家と相談したら、俺の仲間、あ、つまりアスナたちにデスガンの目が向く危険性も考慮しようという話になったんだ。なんで菊岡さんはキリト君を危険なことに巻き込むのかしら。今度会ったらいろいろと話を聞きたいわ。菊岡誠二郎、総務省の仮想空間技術管轄部門のお役人とは言っているけど、所属自体怪しいんだよな。だけどバイト料は結構良かったし。キリト君、まあまあ気候課に使われるのも尺なんだけどさ、デスガンが気になったのも本当なんだよ。気候課から依頼を受けた時は荒唐無稽な話だと思ったよ。ザ・シードで作られた GGO でプレイヤーがリアルの死を遂げることはない。だけどさ、デスガンがゼクシードを殺した時にちょうど居合わせたプレイヤーが音声ログを取っていたんだ。あれには本物の意思がこもっていた。本当に気をつけてね。何かあったら必ず連絡して。リアルでもどこでもすぐに行くから。ああ、大丈夫だよ。俺は必ずアスタのところに帰るから。パパ、私もいますよ。ユイちゃん。そうね、ゆいちゃんとママがいるところがパパのお家だものね。パパはみんなを笑顔にできる力がある人です。誰かのために頑張るのは大事なことだと理解しています。でも必ず絶対帰っ、もちろんだよ。じゃあちょっと行ってくる。キリト君、気をつけてね。武器や装備はしっかり整えて。パパ、
BOB は強敵揃いです。レベルは足りていますか？準備はしっかり整えてください。もっと、まずは気候課が用意した別アカウントに切り替えないとな。どこか人気のないところで。なんだ、結構小さいアバターだな。どうせならエギルみたいな体格になってみたかったんだけど。武器やアイテムも一通りあるな。ステータスもキリトの時と変わらない。よく用意できたもんだ。キリコ？タイプミスか？いや、あいつが適当につけたに違いない。キクオカのやつ、覚えてろ。髪は長いけど黒っぽいし、服もほぼ黒だな。ふぅ、かわいい子じゃん。ねえ彼女、君も BOB 観戦に来たの？俺たちと見ようぜ。一人じゃつまんないだろ。は？なんだこれ！顔も髪も体格もまるで女の子だ。胸はないようだな。一応男みたいだけど、レア系アバターか。おいおい、虫はないだろ。虫は。どうしたの？シノン！いや、なんでもないです。シノン？シノンって、あのシノンか？こんな近くで見るの初めてだぜ。俺、シノンさんのファンなんです。BOB 出るんすか？頑張ってください。全財産、シノンちゃんにかけます。そう。長い髪のあなた、ちょっとこっちにいらっしゃい。大丈夫だった？おせっかいなら悪かったけど、ナンパされていたみたいだったから。ありがとうございます。あなたはキリコ？キリコって読めばいいのかしら？はい、私はシノン。 GGO は男性プレイヤーが多いから、女の子と見れば声をかける連中もいるの。気をつけ。いけない。 BOB の参加登録をしないと。ギリギリで滑り込もうと思っていたから。うん、まだ間に合うわ。そうだ、登録しに来たんだった。キリコも参戦するの？それなら早くそこのターミナルで登録しないと。もう残り時間はあと数分よ。待て待て待て、なんでシノが BOB に参加するんだ？ギリギリまで登録を待っていたということは、選手リストに名前が出ないようにするためか。俺にまで黙って参加しようとするなんて。そういえばデスガンの話にだいぶショックを受けていたようだけど、シノンは一体何のために。しまった、もう締め切りまで数分しかない。さっさと登録しないと。名前、これで BOB の登録はよし。あとは選手リストにデスガンの名前がないか確認しないとな。ないな、やはりデスガンはアバター名ではない。 BOB に参加していない可能性もあるけど、試合中であればアバター名は必ず表示される。まずはデスガンらしいプレイヤーを探さないと。登録終わった？おかげさまで。予選はすぐに始まるらしいわよ。移動しましょう。はーい。
シュピーゲル、あなたも BOB に参加するの？いや、僕なんかじゃ予選すら通過できないよ。僕ではね。ねえ、アサラサ、あ、いや、シノン、君は誰よりも強い。だから、BOB でも絶対に優勝するよ。相変わらずの課題評価ね。でも、期待には添えないわ。私の目的は優勝ではないもの。え？デスガンとかいうプレイヤーを知ってる？奇妙なことをやって、一部で噂になっているみたいだけど。ああ、もちろん。シノンも知っているんだ。結構な評判だろう。偉そうな奴らに制裁を加えているんだ。おかげでデマを流した奴も消えたし、スカッとしたよ。私のターゲットはそいつよ。え？なんでだよ。シノンとは何も関係ないじゃないか。仲間のため、そして自分のためなの。待ってくれシノン、あのクールでかっこよかった君はどこに行った？仲間のため？バカらしい。君はもっと孤高であるべきだ。シノン、君は特別で最強の存在なんだから。私は強くなんかない。特別？違う、君は周りに惑わされているだけだ。聞いて、私は普通の弱い人間。でも誰かのために戦うことはできるわ。それはキリトやアスナたち仲間が支えてくれているから。私の過去も受け入れてくれたから。君のことなら僕だって知っているさ。誰よりもずっと。それに僕はずっとアサラさんのことを。やめて。お願いだ、 BOB に出るのはやめてくれ。どいて、予選が始まるわ。大会が終わったら話をしに行くよ。ごめん、キリコさん、変なとこを見せちゃった。あいつは。さあ行きましょう。まずは更衣室で装備を整えないと。うん。他の人が入ってこれないようにロックをかけて。これで安心して着替えられるわ。え、いや、その BOB 予選はどんなフィールドになるかわからないから、迷彩を着てもかえって目立つ可能性もあるのよね。もちろん装備に上着とかを入れておけばいいんだろうけど、弾薬もギリギリまで持っておきたいし。部屋の隅で見ないように着替えればごまかせるか。いや、やっぱりこれはまずいだろ。シノン、ちょっと待って。俺だよ、俺なんだ。は？俺、キリト、キリトです。嘘、そのアバター、女の子でしょ？シノンさん、いや、シノン様、この度は大変申し訳ございませんでした。まったく、事情は分かったけど、なんで女の子のアバターなのよ。ねえ、キリコちゃん。これは男のアバターだよ。我ながらかなりレアだと思うけどね。ついでに言うと、名前は気候家の趣味か嫌味だ。俺のせいじゃないよ。それよりも、なんでシノンが BOB に出るんだよ。シノンはかなり名前が売れているんだ。デスガンに狙われたらどうする？問題ないわ。私が倒すから。せめて理由を教えてくれ。さっき聞いていたじゃない。仲間のためでもあり、自分のためでもあるわ。なぜ、あいつがあの拳銃を持っているのかは知らないけど。
デスガンが本当に殺人を犯しているなら絶対に止めなければならない。それだけよ。分かったよ。でもデスガンに戦いを挑むのはやめてくれ。デスガンの本当の名前、アバター名が分かればリアルのプレイヤーを調べることは可能なんだ。それに俺は大学病院からログインして万が一の事態に備えている。でもシノンは家からだろ。その一人暮らしの。ええ、アパートからログインしているわ。だったらなおさらデスガンと対峙してはダメだ。一対一の予選で奴と当たったら名前だけ確認して降参してほしい。了解。でも戦わなければいけない時があるかもしれない。もう準備はいい？そろそろ出場者の待機部屋に行くわよ。そういえばシュピーゲルは BOB に出ないんだよな。ええ、そう言っていたわ。なんか様子がおかしかったよな。オリジンの頃のような。そうね、あの後はどうかしてたって本当に反省してくれていたみたいだし、しばらくはゲームを控えるとまで言ってたんだけど、 GGO にはだいぶハマっていたみたいね。キャラの育成がうまくいかなくてイラついているみたい。シュピーゲルはシノンのリアルの友人、進化教授。前にプレイしていたオリジンではリヒターという名前のプレイヤーだった。彼は俺たちがシノンと親しいことに嫉妬し、シノンの過去、かつて人を殺したことをみんなの前でバラした。11歳の時、シノン、浅田シノが郵便局を襲った強盗の拳銃を奪い、犯人を殺したという壮絶な過去。無我夢中のことだったろうし、自分や襲われた人を守っただけなのに、それでもシノンはその過去に苦しんできた。そういえば SAO でシノンと出会ったのも、もともとはその PTSD の治療のためだったんだよな。リアルでは銃の写真を見ただけで具合が悪くなるトラウマを克服するため、医療用フルダイブ機器メデュキボイドを使っていたんだ。まさかそのせいで強制的に SAO にログインさせられて、一時的にとはいえ記憶を失うとは思ってもみなかっただろうけど。どうしたの？顔がこわばっているわよ。いや大丈夫、何でもないよ。ねえ、私が GGO に行きたいって言い出した時驚いたでしょみんな。だけど深く理由は聞かずに賛成してくれたことには、これでも銃のトラウマを克服するための一大決心だったんだけど、ログインしてみたら不思議よね。リアルじゃ銃の写真を見るだけで吐き気が起きるのに、ここでは平気で人を撃てるんだもの。多分シノンであることが理由なのかもしれない。それにみんながいつも支えてくれているから。でもいつまでも甘えたままではいられない。今回支えられてもいいと思うぜ。俺はいつも頼りにしているからさ。デスガンの尻尾を捕まえてさっさと帰ろうぜ。みんな待っているからさ。私が BOB に出たことがバレたらアスナたちに怒られそう。ああ、めちゃくちゃ怒ってめちゃくちゃ心配すると思うぜ。今のうちに謝り方を考えておいた方がいい。そうね。さっき着替えを覗かれたことを話してキリトに怒りの矛先を向けるとするわ。ちょっと待ってくれ、さっきのは。大変長らくお待たせいたしました。まもなく第3回バレット・オブ・バレッツ予選が開始されます。この話は予選を通過してからだな。デスガンに当たればラッキーなんだけど。それよりお互いが当たらないように祈りましょう。